横浜港横浜港、シンボルタワー横浜港、シンボルタワーは、横浜市中区の本目府と D 特定に所在する、船舶通行信号所及び展望施設の複合等、及び公園である。航路標識としての名称は、本目船舶通行信号所、航路標識番号8106。高さ48.19メートル。横浜市が所有する施設であり指定管理者は、 朝船三井鉱産株式会社。横浜港に出入りする船舶のための信号所と市民の憩いの場を兼ね備えた横浜港のシンボルとして建設が開始され九百八十六年七月に完成した。この施設は本木不当突端と大国不当突端とを線で結んだ場合の横浜港と東京湾との境となる位置に所在しており横浜港にいる出港する船舶の完成や 近隣を航行する船舶へ、海上交通情報を提供するなど、航路標識として大きな役割を担っている。また、塔の上部には、展望台が設置され、周辺すべてが見渡せるようになっており、高い位置から横浜港湾の様子を覗くことができることから、市内の隠れた名所となっている。なお展望台への入場は無料だが、エレベーターなどはないため、 約140段の階段を数分間ほど歩いて登る必要がある。2006年11月3日にマレットゴルフ場がオープンした。2019年9月に台風15.19号の影響により休園。再開のめどは立っていない。2020年1月31日施設の一部を除き営業を再開。当には75度、160度、 270度、345度の4方向に向けた信号板が設置され、航行する船舶に対し信号を表示している。信号板に表示される信号とその単位は以下の通り。意味の細部は高速法施行規則で、信号所ごとに個別に定められている。市街地から離れた場所に所在しているので徒歩での散策には不向きである。 山手駅からは5 5トルほど、石川町駅からは6トルほど。また、不島内の周辺道路は大型トレーラーが多数行き交うため、通行には十分注意が必要。シンボルタワーがある広場は、イベントやコンサート会場として使用されるが、中でも最大のものは、1988年8月14日に上演されたザルフィーウォール。 オーバージャパン4アクセスエリアアクト4横浜ランディングバナート本目ランディングステージマイナスだろう毎年夏に野外コンサートを開催してきたザ・アルフィーだがこの年は札幌、大阪、福岡、横浜の4カ所で野外ライブを観光ここ横浜では7万人以上の動員を達成した1年を通して行われたライブツアーのコンセプトは 宇宙空間にある地球を望めるステージで演奏をしてきたアルフィーが夏の間だけ日本の4カ所に開い横浜を最後に宇宙へ帰っていくという設定が組まれておりこの広場にある事務所胸を宇宙船の基地に見立てたセットが組まれた当日は猛暑と海に囲まれながらも狭いエリアだったため観客の数人が倒れ救急車が出動する騒ぎとなったその他にも CM や PV、ドラマ撮影に利用されることも多い。ありがとうございます。